テト。前来た時はねここ空いてなかったんですけどね、今日は空いてます。宝塚市市立手塚治虫記念館ですね。火の鳥ですね。まだ空いてないですね。さあ何時からですかね。火の鳥何時やら。9時半からや。じゃあ9時半に行きましょう。究極の贅沢、パン屋さんです。売り切れ次第閉店。やるな、なかなかやるね。やるな、やるな。まだ時間が早いんでね、ちょっと散策しましょうかね。今日はね、ポージンさん来てね、まあ、あの新しいお札をね、もらいに来たんですけども、宝塚大劇場のね、河川敷です、今ね。向こう側に来たんで、まあ、下に降りてきてね、ここだったらまあまあ、ちょっとね、ドローン飛ばしても怒られへんかなという感じですけどね、少しだけね、飛ばしてみますね。劇場です。宝塚劇場が見えます。鳥がたくさんです。あ、なんかこうちっちゃいか見えへんわ。ドローンがどこかよう見つけへん。
かすごいよね。映画見ない？40分ぐらい始まる。40分さっき見てから。これなので。
よいしょ。全部使用禁止です。10歳の頃にこれが飛べるというのはすごいな。
らつくじゃん。これで手塚治虫になったんだ。